入れるだけなんだ、出口は。今こうしたからあっちかな、出口。こう来たね、違う、あっちから来たからこっちか。こっちですな。方向はあっちだと思うんで、まっすぐ歩いていきますわ。川まで出るぐらい。もうこれをずっと突き当たっちゃってもいいぐらいかもしれないな。場所はなんとなく調べてあるんで、またフィリピンの時とはちょっとやっぱ一味違うよな。ああいうテントが張ってあったり、出店は同じように出てるんですけどね、全然雰囲気がやっぱ違う。同じアジアでここまで違うっていう感じで、ただインドでは多分腹壊すと思うんですよ僕。まあ、それはちょっと覚悟してるところあるんですが、なるべく、食事はお店に入って食べようと思います。ちゃんとしたところになるべく、まあ、食費も安いんで。あとは水ですね。水はなんかミネラルウォーターじゃ ないらしいです。沸騰したやつだかなんかだかな、その沸騰させたお水が販売されてるっていうのは情報で見ました。なんとなくこうインドは街歩きしてる感じをこういう風に流す感じにしようかな。今のところですね、あんまりこう珍しそうな目で思ってたよりは見られない。結構若い中学生ぐらいの子で子供とかが結構見てきますけど、なんか大人はあんまり僕が想像してたよりは本当にジロ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 っていう感じではなく、普通ですね。なんかたまに見られるけどジロジロっと。で、分かったのはいい人も多いです。まあちょっと長旅なんで気は抜けないですけど、教えてくれる人とか、なんか聞いた時とか、空港のスタッフの方、ツーリストインフォメーションの人もすごいいい人だったし、お、散髪や。僕ね、実はインドで散髪しようかと思ったんですよ。髪切ってみようかなと思ったんですけど、ちょうど伸びてたので、でもやっぱりやめました。日本で切ってきちゃった。面白いかなと思ったんですけどね。怖い。屋台街、屋台通りですね。チャイが売ってたり、あとカレーとナンをなんか乗せて食べるやつ、結構どうだどうだって声かけてくるけど、今回でも屋台を免れそうにないな。どっかしらで食べることになりそうだな。お店がそんなないんだよな、レストランみたいなやつが。カフェみたいなのはね、いくつかあるみたいですけど、これがですね、寝台のチケット買うとこなんですけど、ようやく見つけました。教えてもらいました、インド人の方に。で、僕今チケットもらったんですけど、チケットというか申請用紙かな、36番、結構待たされるみたいなんで、記入して、あとは必要なもの、パスポートと、パスポートのコピーとお金と、それからなんだっけ、あとビザのコピーも確か必要なんですよね。それ全部揃えて、多分昼過ぎになるんじゃないか、今10時なんですけど、
多分そんなもんになるんじゃないかなと思います。また後で来てみようと思います。中は結構韓国人っぽい方とか、あと外国人はここでしかできないらしいんですよ、申請が。で隣はなんかインド人っぽい人もいましたけど、とりあえず日本人の場合はここじゃないとダメみたいです。結局呼ばれたのが12時45分、2時間45分かで終わったのがちょうど1時ぴったりぐらいで、で1570ルピーだから2500円ぐらいです。で、寝台列車の3等席1等席2等席はなんか買えないみたいなんですよ。インドの警察とか多分軍の人とかが使うのかな。3等までしかからしか使えなくて、3等の AC 付き、エアコン付きの、3段目、一番上の台にしました。一応エアコンが付いてるんで、まあ、大丈夫じゃないかなと。これで、明日、明後日かな、12日だから3日後の夜にこの寝台で行きます。ハロー、チーズ、マトン、チキン、エッグカリー。そこのチケット売り場から歩いてきたと思えば、いきなりこういうね建築もあるんですよね。教会ですね多分これ。なんだろうこれ、名前後で調べとこう。とりあえずちょっともう結構街を頑張ったので、もう今日、飛行機で1時間しか寝てないの で空港泊っていうかね、朝着いちゃったんで、もうちょっと宿入りますわ、チェックインします。いやー、あの辺なんかスタジアムがあったり、歩いてるんですが、結構やっぱり街なんですよね。すごく僕にとってはちょっと都会すぎるかな、この辺は。最初に地下鉄で降り立ったあたりなんかはすごくなんかよ、ザ・インドっていう感じがしてよかったんですけど、この辺はね、なんか散歩するにはすごい気持ちいいんですけど、普通ですね。なんかでかいロータリーとか、とにかくクラクションがずっと止まないです。これはエスプラナーデのバスターミナルですね、ここ。明日ここから乗りたいんだけど、空港行きが出てんのかな。出てると思うんだよな。探すの大変そうだな。多分こういうちょっときれいめなバスだと思うんですよね、エアポート行きもそうだったから。これはしかしなんだこれ、ちょっとスターマーケット、ああいう店、こういう店に行かないと冷たいジュースとか水とかは買えないんですよ。さっきチケットセンターのあたりは少なくて、こういう店が全然買えなかったです、飲み物が。タクシーは乗りません。おおすごいなこれ。おー、いい香りがする、フルーツの。